休みの人が多いかもしれんね車も少ないわ 時刻は10時を回りました。この時間はジノンインフォメーションをお届けします。ジノンインフォメーションは、ギノワン氏の生活に役立つ情報を、司法ギノワンからお伝えします。この番組はギノワン氏の提供でお送りします。 まずはじめに、ギノワン市地域づくり推進事業の募集のお知らせです。ギノワン市では平成30年度、来年度に人材育成事業、講演会、ワークショップ、勉強会などの開催、地域文化振興事業、伝統芸能の保存、継承、発展、 宜野ノワン市の特性を生かした地域振興事業を行いたい団体に対し、審査を経て選ばれた事業について上限額50万円、または30万円の助成を行っています。この助成を活用して自ら考え、自ら行う地域づくりに取り組んでみませんか募集期間は10月31日までです。 申し込み方法は、助成金の交付を受けようとする団体は、10月31日火曜日までに、所定の助成事業申し込み書に、必要事項を記入の上、窓口に提出してください。なお申し込みの際には、事業内容について事前にお問い合わせいただけると申請がスムーズになります。 詳しくは、宜野湾市ホームページを確認、もしくはお問い合わせください。過去に採択された地域づくり女性事業の参考例は、島くつば継承普及事業、人形劇を活用した豊かな心を育む事業、ちぶがわ及びちぶがわ保存事業、 音楽を活用した青少年育成、人材育成事業。宜野湾市エイサーブ市収集保存事業。お問い合わせ申し込みは市民協労推進課。電話098-893-4411。内線 403または422次に相談無料予約不要秘密厳守行政相談所解説のお知らせです総務省では行政相談週間10月16日から10月22日の期間を中心として 全国一斉に行政相談委員による行政相談所の解説などを行います。暮らしの中でのお困りごとや悩みごとがございましたらご相談ください。日時は10月26日木曜日午後2時から4時場所は市民生活課。お問い合わせは電話相談 沖縄行政評価事務所。電話番号0570-090-110。0570-090-110。その他のお問い合わせは市民生活課。電話893-4136。 次に、ギノワン市ふるさとハローワークの利用についてのお知らせです。ギノワン市では、市役所正面玄関近くに、ハローワーク沖縄町外施設、ギノワン市ふるさとハローワークを設置しています。ギノワン市ふるさとハローワークでは、求人自己検索機での求人情報閲覧のほか、 沖縄労働局から派遣された窓口職員による職業相談や職業紹介を行っておりますのでどうぞご利用くださいまた利用時間が10月2日より変更しています10月2日からは9時半から5時となっております 利用時間は9時半から5時です。お問い合わせは、宜野湾市ふるさとハローワーク、市役所、庁舎、玄関横、電話89、893-5588、土日祝日、年末年始はお休みとなっております。 次に第6回世界若者内ナンチュ大会ペルー2018参加者募集のご案内です。世界へ響け内縄の,の鼓動。熱く燃える一週間をペルーで一緒に過ごしませんか第6回世界若者内ナンチュ大会ペルー2018が次の日程で開催されます。 平成30年2月6日から2月10日。なお2月11日はペルー沖縄祭りへ参加します。対象は18歳から35歳。宜野湾市内外を問いません。場所はペルーリマ。参加費は35万円。 往復渡航費、宿泊費などを含みます。お問い合わせは第6回世界若者内難著大会実行委員会。電話ファックス9 5 3 2 9 0 8次に、 10月11月中央公民館講座のお知らせです。開催講座初めての韓国語。日程は10月14日、21日、28日、11月4日、11日の毎週土曜5回コース。時間は午後7時から9時。内容は 簡単なハングル文字や日常会話などを楽しく学びます。滞在経験談や、韓流ドラマ、歌などを交えながら学ぶので、初めての方も楽々マスター。ぴょんちゃん五輪で活用してみよう。定員は20人で受講料は無料です。 次に開催講座在宅ワークを学ぶ日程は11月6日132027日毎週月曜4回コース時間は10時から12時内容はインターネットとパソコンを使って在宅ワークをするためのノウハウを学びますお勤めするのは難しいという方 男女問わずおすすめです。定員は20人。受講料無料です。次に開,開催講座。羽衣も伝説から見る寝たての黄金砂糖。日程は11月8日15、22、29。毎週水曜日4回コースです。 時間は10時から12時。内容は寝たての街と言われるゆえんや、黄金時代を築いた砂糖を知ることで、その謎もすっきり解明できるかも。野外にも出向き、多くの文化財に触れ、地元の魅力を再発見しましょう。定員は20人、受講料無料です。なお、申し込み者多数の場合は抽選となります。 お問い合わせは中央公民館。電話893-4457。次に、セーフティーツアー in ハロウィン参加者募集のお知らせです。日程は各小学校で異なります。雨天決行です。時間は午前9時から12時。服装はハロウィン用の仮装。 なお、強制ではありません。持ち物は、お菓子を入れる袋、またはカゴ、水筒。参加料は、1世帯あたり100円。保険料を含みます。お問い合わせは、宜野湾市、青少年健全育成協議会。電話89、892-3307。 次に、軍用地の買い取りについて、5000万円の特別控除の適用があります。宜野湾市と沖縄県は、普天間飛行場返還後のより良い街づくりを進めることを目的に、学校用地や道路用地の確保のため、普天間飛行場内土地の買い取りを実施します。市、県に売却した場合、 上渡所得などについては、最高5000万円までの特別控除の対象となります。なお、国税事務所との協議により特別控除を受けられない場合もあります。準備いただくものは、1、印鑑、2、本人確認書類、3、土地、賃借料、算定調書、及び土地、明細書、 受付期間は10月31日火曜日までです。ご不明な点などありましたらご連絡ください。お問い合わせはまち未来か電話内線309 次に国民年金保険料の効能制度について効能制度とは時効で納めることができなかった国民年金保険料について平成30年9月までに限り過去5年以内の保険料を納めることができる制度です効能制度を利用することで将来受け取る年金額が増えたり 納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。効能制度を利用するには事前のお申し込みが必要で日本年金機構による審査があります。詳しい内容は最寄りの年金事務所までお問い合わせください。効能制度をご利用いただける方は 20歳以上60歳未満の方で5年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方60歳以上65歳未満の方でその他任意加入中に納め忘れの期間がある方などですお問い合わせはコザ年金事務所電話9332267自動音声案内に をしてから、二を押してください。以上、次脳インフォメーション、お送りしました。詳しくは宜野湾市役所。電話、零九八、八九三、四四一一まで、お問い合わせください。この時間は宜野湾市の提供でお送りしました。